もう後悔しないために、自分の気持ちに正直に生きたいって思うんだ。そこまで思えるなんて、その人のどこが好きなんだい？なんて言えばいいかわからない。え？だって、この気持ちって、どんどん増えていくし、変わっていくし、深まっていくものでしょ。失ってから後悔しても遅いんだから。大事なのは相手に合わせることじゃなくて、違う価値観を許容し合える相手かどうかってことだろう。吉野、お前には前を向いて生きていってほしいんだ。お兄ちゃんがいない未来なんて考えられない。辛すぎる。こんな思いをし続けるくらいなら死んだ方がマシ。吉野さんに早く会いたいよ。だってちゃんと謝らないと。私と一緒に心中するか、その体を天使にからそのままもらうか。早く選んでよ、お兄ちゃん。花火って綺麗だけど妙に切なくなるっていうか、あと何回みんなでこうしていられるのかなとか思ってました。あいつから奪った時間を生き続ける、それ自体が俺の贖罪なんだ。罪だとか復讐だとか、今の自分たちを誇れないだとか、結局お前ら前を向いて生きるのが怖いだけなんだろう。自分を変えたいなら受け身を取ってても仕方ねえ。誰かがどうにかしてくれるとか、時間が解決してくれるとか、そんなのは甘えだ。自分で動き出さなきゃ自分自身を変えることはできねえさ。別に気にしてない。上とか下とか、それに他人の目ばっか気にしてたら自分が自分じゃなくなっちゃうじゃない。私はありのままの自分でいたいから。私がいるから孤独じゃないよ。弱いところを隠そうとしないで。私はどこにも行ったりしないから。幸せへの一番の近道は相手に一番険しい道だから。悪霊を払っても天心は帰ってこない。そんなこと分かってたはずなのに。罪は一生消えない。でもこれからは天心の分まで幸せになろうな。自分が幸せになるために生きて、自分が幸せになるために誰かを助けよう。俺たちはこれから変われるよ。ごめんね。やっと本当の私を知ってもらえたのに。お別れ。ううん、違うよ。お別れなんかじゃない。ね？だって僕があなたを思う気持ちはこれからもずっと続いていくから。だからまた明日。うん、また明日。あなたのこと永遠に。